イオンモール森岡は岩手県森岡市に所在するイオンモール株式会社の大型ショッピングセンターである岩手県で最大規模の施設2001年までにマイカル東北がサティを核とするマイカル森岡を森岡市前潟地区に出展する意向を示していたが森岡市が前潟地区を特別業務地区に指定したことで映画施設の建設が不可能となり計画を断念したこの後 前方土地区画整理組合がイオングループに出店要請を行った。開店による既存商店街への影響を懸念して2002年1月に森岡市長、桑島博士が商工会議所回答らとともにイオンの本社を訪問し規模の適正化を訴えた。森岡市の魚町商店街では売り上げが前年比で2割落ちた例もあったが、 全体としては3%から5%程度の落ち込みにとどまった。2003年8月9日に開店した。開店1ヶ月余りで来場客100万人を超えたと報道された。開店1年で売り上げ約220億円、来場客880万人近くになり、目標を約1割上回った。2007年9月22日には、 ダイヤモンドシティ者との合併に伴う施設名称の見直しにより、イオンモール森岡に改称されている。2015年秋と2016年春の2期に分けて、大規模なリニューアルを行った。森岡駅、仙北町駅から東モールへ、路線バスが運行している。詳細は公式サイトを参照。2023年3月には、 田沢湖線の森岡駅大釜駅間に前方駅が設けられて、東イオンモールへのアクセス駅となる予定である。先駆けて2021年2月25日に、森岡市とイオンモールが東駅の整備に関する協定を締結した。前方自治会に加盟し、盆踊り大会及び、展示会等に施設を提供している。2008年10月の計画によれば、イオンモールは、 イオンモール森岡でチャグチャグ、馬子前夜祭りに施設を提供し、従業員を森岡三さ踊りに参加させるとした。2006年に森岡市とイオンモール株式会社イオン森岡、ショッピングセンターとイオン、株式会社北日本カンパニーは、防災活動協力に関する協定書を結んだ。各店舗のイオン森岡店のほか、専門店テナントが出店している。 出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイトを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイトを参照。ありがとうございます。